スタートしました。揃いました。ファンディーナ好スタートを切りました。先行争いはまず8番川北園か飛び出します。2番手外から16番ファンディーナ追っていきます。1番アエロリット3番手、5番ブラックスビーチ、12番レーヌミノルシ5番手、その後10番タガノベローナが続いて内場4番のモズカッチャン好位を取りました。6番の名将オワラ、そして2番ラビットランも今日は前回よりは早め18頭1コーナーをカーブします。先手は8番の川北園花、リード1馬身半2馬身で2コーナーカーブ。2番手外目が16番ファンディーナ、1番アエロリットはインコース3番手2コーナーカーブ、4番手5番のブラックスビーチ、5番手インコース4番モズカッチャン、並んで12番桜花賞馬レーヌミノルです。向こう正面に入りました。6番名将オワラ、10番のタガノベローナが外を追走、内が2番のラビットランです。残り1200を切りました。中段から後ろ2馬身差、7番のリスグラシュー、11番のミリッサ追走で向こう正面の中ほどへと向かっていきます。あとは後方18番カリビアンゴールド、3番のブラックオニキスが追走、 1000m59 秒1で追走しています。ポールバンドルもこの番組の中にいます。14番ディアドラは現在後方から4番手から上がっていきます。後ろ3頭は9番ハローユニコーンが追走、13番リカビトス後方2番手、15番ブゼットジョリー最後方で 3,4 コーナー中間点へと向かいます。先頭は8番川北園花、やや引き離してリードは2馬身です。600を切って4コーナーのカーブに向かいます。2番手がアエロリット、3番手がファンディーナ、4コーナーのカーブ、内からブラックスビーチ、外へ持ち出してモズカッチャンが3番手から2番手早めに先頭へと並びかけていきます。さらには追い上げていった外から7番のリスグラシューです。4コーナーカーブから直線コースを向いて、さあ今度は4番のモズカッチャンが先頭に変わるか、内は川北園花、間1番のアエロリット3頭に、外から7番のリスグラシュー、連れて2番のラビットラン、14番のディアドロも追い上げて残り150、先頭4番モズカッチャン追ってきた、7番リスグラシュー、14番のディアドラ、ディアドラが一気に差し切った、ディアドラだ、ゴーリン、最後の一冠を取ったのは14番のディアドラです。